理算数理工学の7回目の授業になります。先にアナウンスをしておくんですけども、来週は、出張のため、休校になります。よろしくお願いします。で、その代わりではないんですけども、必須レポートの出題があるので、忘れずに取り組むようにしてください。よろしくお願いします。ご注意ますと、来週は休校です。はい。で、理算数理工学の7回目の授業としては、まず、コメントを見ていくということをやります。で、今日はちょっと、これを紹介しようかなと思ってまして、第6回の追加問題6.16についてですかって、第7回の内容ではないかもしれませんけども、これ、群表を書くんですけども、その群が演算について結合法則を満たしているかどうかの確認は、列挙以外に方法はないのでしょうか、ということですね。で、答えというか、私の回答としては、追加問題6.16に限って言えば簡単な方法はありますですね。で、一方で、一般的な群に見えるものが本当に結合性を持つかどうか判定する方法で、簡単なものは知られていません。で、しかし、ライトの結合性検査というもう少し簡単な方法が知られています。ということなので、ちょっとこれはどういうことなのかということを、補足しようと思います。すみません。はい。で、またですね、乱数を使う方法というのは知られてます。で、これはですね、ちょっと扱う予定ではなかったんですけども、せっかく質問もらったので、後半の遺産確率論の中で、どういうアルゴリズムなのかということと、そのアルゴリズム解析をやってみようと思います。だから、そうですね、コメントいただいて、それに沿って、ちょっと内容を変えるというか、内容を変えるといっても、この大きく変えるわけじゃなくて、主要なところは変わらないので大丈夫なんですけども、そういう形にしてみようと思います。で、じゃあ、6.16ってどういう問題だったかというと、ちょっとパッと出せないですけども、こういう問題だったんですね。で、これが何、これ見て、これだけで見て何だったかちょっと思い出せないかもしれないですけども、まず、集合0、1、2、3、4、5かな。で、の上の演算。これ、今見えてますか？書いてるもの、大丈夫ですか？ですか？ありがとうございます。で、演算丸として、どういうものを考えたかっていうと、X 丸 Y と言ったら、これは、普通の X 足す Y っていう、足し算を行って、それに、モッド6かな？をすると。いうものと。で、もう一個、1、2、4、5、7、8の上の演算。ちょっとこれ星が書けないんですけども、星書けないんで、米で書いちゃいますけども、まず星にしようかな、星があって、で、これは、ちょっと、後の都合上、ちょっと AB で言うと、AB があったら、これは、A かける B で、モッド9かな？確か。こんな感じにしましょうと。で、この AB とか、AB とか X プラス Y っていうのは、その普通の、自然数上の足し算、掛け算を表、掛け算、足し算を表しているということですね。で、これ、表で書いたのが左側です。1、2、4、5、7、8ですね。で、この演算ってどういう形なのか。で、これなんか群のように見えるわけです。で、実際群なんですけども、どうやってそれ確認しましょうかってことですね。で、これその、だから、カッコ1がこの表を作って群であることを確かめるって言ってるんですけども、2番の方で、実際その、その上の群と下の群の同型だってことを言うんですね。で、その時に同型作るってことをすればいいんですけども、これその、両方とも6個要素があるので、その、うまく対応付けてあげれば、この表をですね、じっと見てあげればわかる可能性あるわけですね。実際にその、どれが単位元で、どの弦の逆弦がどの弦がとかっていうことを、見ていくとわかるかもしれないわけですね。で、一方で、この上のようなですね、
ものと下のようなものを、実はこれ、下の群っていうのは、上の群からうまく作ってるんですね。で、どう作ってるかっていうと、実はですね、こんな感じになってるんですよ。これは、先ほどの、演算の部分で書いて、持ってきましたけども、こんな感じなんですね。何かっていうと、何かというと、元々、この上の方では、0、1、2、3、4、5っていう集合を考えていたんですけども、その各要素、X に対して、下の方では、2の X 乗のモッド Q っていうのを対応させてるんですね。で、実際に、そうだと思って、ちょっと今書き方が悪いんで、もう少しちゃんと書こうとすると、今、だからここからですね、fx イコール、2の x 乗モッド q。で、こういうその写像を通して、この012345っていうその、自然数がそれぞれ何に映るかと考えますね。で、そうすると、0は何に映るかっていうと、それは2の0乗モッド q なわけです。で、これは計算するとこれ1なわけですね。ちょっと書きながら。1。で、同じように、じゃあ、1は何に移すのかっていうと、これは、ちょっと上に書くと、これ2の1乗モッド Q なんです。F1 は、F1 は2の1乗モッド Q で、これは2なんですね。1。じゃあ、F2 は何なのかっていうと、F2 は2の2乗モッド Q なんで、これ4モッド Q だから4ですね。4。こんな感じになる。じゃあ、X に3入れるとどうなるかっていうと、これは、2の3乗モッド Q なんで8ですね。3は8に移る。じゃあ、4は何に移るんでしょうっていうと、2の4乗モッド Q なんで、これ16モッド Q ですね。で、ちょっとつぶさに計算できないですけども、これは、7ですか。7足す9、16ですから、これ7。で、最後5ですね。F5 って2の5乗もっときで、2の5乗っていうのは、32か。なので、これは何かというと、3区27だから、5かな？そうですね。5。って感じが、こういうふうになるわけです。ですかね。で、こういうふうな、形で実は、この1、2、4、875、で、並び替えると124578っていう、集合が得られて、思うわけですね。で、そうすると、この写像を通してこれ作られているので、じゃこの演算ですね。演算結果、実際にこの写像を通してみると、どうなっているか、そこ消えてるな。どうなっているかということを考えるわけです。そうすると、A、星 B。で、A が2の X 乗のモッド Q で、B が2の Y 乗のモッド Q だとすると、これは2の X 乗モッド Q、星2の Y 乗モッド Q という形になるわけです。で、この星はどういうふうに定義したかっていうと、これですね。AB モッド Q なんで、これは2の X 乗モッド Q かける2の Y 乗モッド Q のモッド Q と。で、こういうふうになるわけです。で、モッド Q のこれ3回取ってるんですけども、1回だけ取れば十分なので、これは2の X 乗2の Y 乗のモッド Q。ちょっとこれ、カップをつけてもこんな感じですね。2の X 乗かける2の Y 乗のモッド Q だっていうふうに書けるわけです。で、2の X 乗2の Y 乗っていうのは指数法則を使うと2の X プラス Y 乗なわけですね。という形で、今この写像を通してみると、この A、星 B っていうのは2の X プラス Y 乗のモッド Q というふうな形になっているっていうことがわかるわけです。ここまでいいですか？ で、そうするとですね、ありがとうございます。で、そうすると、まずですね、じゃあこの、上の方ですね、上の方が、結合 法則を満たすっていうのは、この足し算とモッドの関係が、割と簡単にわかるわけです。なんでかっていうと、X 丸 Y 丸 Z っていうのがあったら、この定義から、これは X プラス Y モッド
6、プラス、Z の全部のモッド6。まあ、こうなるわけですね。で、さっき言った通り、このモッド6これ2回取ってるんですけども、これ1回取れば十分なので、これは、X プラス Y プラス Z のモッド6になるわけです。でそうすると、この中のところに普通の自然数の足し算があるので、これは、この普通の自然数の足し算は結合法則に出す。こんな感じ。で、これ逆向きに取ってあげると、ちょっと省略しますけども、これは X 丸、Y 丸 Z になることがわかるわけです。だから、上の方の、上の方が結合法則に出すというのはわかります。で、同じように、やって、下の方ですね、やってあげるときに、この関係使ってあげるんですね。だから今、ABC って持ってくるんですけども、そういう消しますね。こっちのページだったかな。ちょっと。あ、なかった。じゃこの下の方の、これ、群が確かに結合法則に出すのかってことを考えるときには、まあ、ABC 持ってきて、A を CB、を CC っていうのをこれ考えるわけですけども、で、これはその、今 A が2の X 乗モッド9、B が2の Y 乗モッド9ってとかけてて、まあ、C も同じように2の Z 乗モッド9とかけてしましょう。これ実はこれ全単数なんですね。これが全単数なんだってことを、まあ、示せば、その2番目の問題である、この同型、この2つの群が同型であるってことを、まあ、示すことになるわけですけども、まあ、だからこの C に対して必ずこの Z っていうのが存在して、2の Z 乗モッド9という形で C は書けるんですが、まあ、それを使うと、今この A 越し B 越し C って書いてあるのは、これそのまま書こうとすると、書こうとしないで、すみません、この関係ですね。これ使います。これを使うと、どう書けるのかっていうと、で、またそのモッド9は1回だけ取ればよいということを思い出すと、これは2の、X プラス Z プラス、あ、X プラス Y プラス Z のモッド9と、こう書けるのがわかるわけです。でそうすると、この奇数部分は普通の、自然数の、足し算なので、ここではそのまた普通に、結合法則を使えるわけです。X プラス Y プラス Z。で、逆向きにたどると、これは A 星、カッコ B 星 C。という形になるということはわかるわけですね。ちょっと他ら辺ちょっと今、間、本当はちゃんと、埋める必要ありますけども、まあ、それが まあ、できると。今言ったような、できるので、確かに、結合法則、結合性っていうのが満たされるということがわかるわけです。っていうふうに考えるっていうことが、まあ、この場合はできます。この演習問題についてはできます。ここまでいいですか？だからまあ、この写図を思いつけば、まあそういう形で簡単にできるっていうことにもなりますし、まあ思いつかなくても、まあだから、ここから頑張って、すべての場合で、結合性のこの等式が成り立つってことを確認するっていうことでも、まあ、確認はできます。はい。っていうのが、一つ目のコメントに対する、コメントに対する一つ目の回答で、で、もう一つは何かっていうと、まあ今はこの場合は、こういうなんかいい写像があって、で、なおかつ元の、群がですね、簡単だったので、こういうことができましたけども、あ、これ思いつかないとき、どうするかっていうことになるわけですね。で、まあ一般的な方法として、このライトの結合性検査。残ります。まあ、この結合性検査っていう日本語で普通は呼ばれてるかどうかわかんないんですけども、まあ、アソシアティビティテスト。呼ばれてるものがあって、このライトとこれ人名です。人名です。で、人名で、何するかっていうと、まあ、すべての、すいません。まあ、この、今、これ群なんですけども、これが確かにですね、結合法則、結合性を満たすのかってことを、まあ、確認する方法なんですけども、本質的にはすべての場合を、試すってことと変わりません。でも変わりませんけども、それをもう少し、なんですかね、システマティックに、組織的に行うってことをするものだと思ってください。で、どのようにやるのかっていうと、ですね、まず、さっきですね、
まあ、さっきは ABC って書いてあったのに、ここは今 XY になっている、ちょっと、統一が取れなくて、よくないんですけども、だからまあ結合性を、満たすかどうかということを考えるときには、まあ、X 方式、ちょっとこれ、右上と書き方を、揃えるためにこう書きますけども、ね、X 星 Z イコール、X 星 Z 星 Y が、すべての XY、Z で成り立つってことを、調べたい、検査したい、わけですね。で、ライトの結合性検査では何をするのかっていうと、この Z をまず、動かします。1個ずつ。Z として1、2、4、5、7、8っていうのを1つずつ考えていきます。で、今ですね、この右に書いてあるのは何だっていうと、Z が2の場合です。あ、ちょ、ここ見えないかな。Z が2の時です。見えないかもしれないんで、ちょっと動かしますけども。Z が2の時です。で、Z が2の時には、この Z の部分が2になって、その X 星2星 Y の括弧の付け方で結果変わりますかということを考えるわけですね。で、X と Y は今から、数字の場合を考えるということになります。だから今、Z を2として、この式、2の XY で成り立ちますかということを考えるというふうに思ってください。で、このですね、今、Z を2にしましたけども、まあ、最終的にはこの Z として、1、2、4、5、7、8、すべての場合を考えるわけです。で、今からやるのは、それが2の時に何をするのかっていうことだけをまずやります。で、何をするかっていうと、この左側だけを見て、この左側から、X と Y に関する表を作ります。ってことをします。で、どういうことかっていうと、今から言いますけども、同じくですね、この右側に対しても、X と Y に関する表を作ります。で、まあ、表はここに今からその2つ作るんですけども、で、何をするかっていうと、じゃあまずこの左側のですね、この X 星2、括弧閉じ、星 Y の表を作るってことをやってみます。で、それは、ここに今、表を作るんですけども、ちょっと、まず、手順だけ言います。で、何をするかっていうとですね、まず、ここ今2なんですけども、そしたら、この、2の列を見ます。2の列を見ます。で、2の列を見たら、この2の列のこの表の内容ですね。表の内容。表の内容をそのままここに持ってきます。左側に持ってきます。で、この上のところには、この1、2、4、5、7、8をそのまま並べます。で、そうしたら、この各行を埋めます。で、どう埋めるかっていうと、この2の行には、元々の表のこの2の行をそのまま書く。だからそのまま書くと、この場合は、2、4、8、1、5なんですね。こんな感じですね。で、次のこの4のところは同じく、4の、列のところの内容をそのまま書くとします。で、この場合だから4、8、7、2、1、5ですね。ここですね。書きます。で、こんな感じで、すべての行を埋めていきます。で、埋めると、まあ、こんな感じになる。いいですか？で、これはどういう表かっていうと、今、だからこれは、この、縦に並んでいるのは、これは、X 星2だと思ってください。何でかっていうと、X が1の時に、X 星2は2になる。思ってください。X が7の時に、X 星2っていうのは5になる。で、それは何でかっていうと、ちょうど今ここの、この縦に持ってきてるのは、この2に対応する列を持ってきてるからそうなってるということですね。で、一方で、この横に並んでるところですね。こっち側です。上の方です。上の方はこれが、Y を表しているというふうに思ってもらうわけです。で、そうすると、この表の中身っていうのは何を表してるかっていうと、X 星2星 Y を表しているということになるわけです。で、これによって、この X 星2星 Y の表ができたというふうに思うわけです。いいですか？だから本来は、
ここに並ぶべきものっていうのは、1,2,4,5,7,8 なんですけども、あ、この X 星に星 Y というものの表を作ろうと思ったら、本来ここに並ぶものは、1,2,4,5,7,8 なんですけども、今ちょっとそれは忘れて、この中身だけ着目するということにします。で、こんな感じになると。で、これは、この X 星に星 Y の方の表なんですけど、同じことを、この右の方でやるわけです。で、右の方でやるときには、この縦の方が、X で横の方が2星 Y を表すように表を作るってことをします。でそうすると、まずこのじゃあ2星 Y の方を先ほどと同じように作るとすると、どうするかっていうと、元の表の2に対する行を見るわけです。ここですね、行を見ます。で、その行をそのままこの上に書きます。でそうすると、これ2、4、8、1、5なんだ。で、縦の方は、X の方なので、1、2、4、5、7、3を書く。で、同じように、先ほどと同じように、この表を作ります。で、どうするかっていうと、この2という行のところには、列のところには、もともとの表の2の列のものを書く。書くので、その場合、2、4、8、1、5、7、まあ、こんな感じになると。で、全部埋めると、まあ、こうなるということですね。で、そうすると、まあ、右側のこの中身は、X星2星Y を表す表になっていて、右側の中身は、X 星2星 Y。星がだんだん、雑な、星 Y を表すような表になっているんですね。で、この表を 見比べるわけです。中身を。この中身、今ちょっと塗りましたけど、中身の表で。で、そうすると、これじーっと眺めると、これ等しいなってわかるわけですね。等しい。表の中身が、等しいわけです。ってことは何が言えるかっていうと、この上の式っていうのは、正しいと。すべての XY に対して正しいということが言えるということになります。で、これを今、この Z の部分ですね。今、これ2でやったんですけども、これを、すべての場合やってるわけです。1、2、4、5、7、8とすべてやってるわけです。すべてやって、そのすべての場合で、ここにできた表が全部等しければ、確かに結合性は成り立ってるんだなというのがわかる。というのが、このライトの結合性検査になります。いいでしょうか。そうですか。だから、まあ、ありがとうございます。で、まあ、こんな感じなので、なんていうんだろうな。まあ、まあ、計算量的になって言ってるかな。その、手間としては、そのすべての場合を試さなく、実際、これは本質的にはこれ試していることになるんですけども、本質的には試していることになるんですけども、まあ、それはもう少し組織的にやってるという形になるわけです。なので、まあ、なんだろうな、漏れなくちゃんと、この方法によって、まあ、検査できるかなっていうことになるわけです。はい。で、これが、そのライトの結合性検査ですね。じゃあちょっと、せっかくなんで、練習というか、今、こういう、まあ、簡単な、3つの要素があるような、集合上の演算もあると考えます。で、これはなんか、一見、なんか、群のようにも見えるんですけども、これは実は群ではないんですね。で、あ、群ではないというか、なんか群のように見えるんだけども、これは、結合性を満たしません。満たしません。で、なんでかっていうことを考えるために、じゃあこの、さっき言っていたこの Z の部分が B になっている場合のことを考えて、同じような、そのライトの結合性検査の考え方を使って、先ほどと同じように2つ表を作ってみましょうということをやってみます。で、そうするとですね、まあ、表を今これ作るので、で、これはですね、手でやろうと思って持ってきたので、手でやります。で、そうするとですね、まず、左の方の図では、この、縦のところが、ここが X、星 B で、あ、星じゃなかった、すいません。じゃあ、ここを星に対応します。X、星 B で、横が Y になるように作るんで、まず、X、星 B を作ろうと思うので、縦に、ここに作ろうと思うので、この B の列を持ってきます。CAB ですね。CAB と持ってきます。で、上は ABC そのまま。で、列です。行ですね。行をその C、A、B の順で持ってきます。で、C に対応する列、ここですか。あ、行はこの C、B、A、ここですから、C、B とか。まあですね。で、A に対応する行、ここですね。A、C、B とか。で、B に対応する行、ここですから、これ B、A、C とか。で、こんな感じで、左側に、X、星、B、
星 Y の表ができましたということになります。ここまでいいですか？早いかな？大丈夫かな？はい、ありがとうございます。で、じゃ右の方は、この縦の方が、行が X で、列が B 星 Y になるように表を作るので、まず、この B 星 Y のところですね。これがどうなるかっていう、これ B の行をこう入れてみると。で、それをそのままその持ってくるのが BAC と言います。で、縦は ABC そのまま持ってきて、で、こう各列ですね。BAC なので、BAC 順番で持ってくるということにします。で、そうすると CAB で、B のところが ABC で、C のところが BC。こうなる。で、これで、右側は、X 星で、括弧 B 星 Y の表ができると。まあ、こうなるわけです。で、この二つの表を見比べてあげて、この二つの表同じかなっていうふうに見てあげると、例えば、ここ、左では B だけども、右は A なので、異なるということになるわけです。だから、この、結合性が実際に成り立ちませんということになります。で、実際にどこで成り立っていかないかっていうことも、この表を見れば分かって、何に対して B ができているかっていうと、X が、X 星 B が C で、Y が B の時なんで、これはつまり、X は A ですね。A 星 B、星 B がこの場合 B になっているか。ですね。ってことを表していて、で、右の方は何を表しているかっていうと、X が A で B 丸 Y が A なので、で、これは、B から来ますから、あの、この B 丸 Y が A なのは、B、Y が B の時なので、これは、だから、それをそのことは、A 星、B 星 B ですね。が A になっていると。こういうふうになるわけですね。ってことが、まあ、この表からもわかると。で、実際に、この場合に、この結果、この付け方で、答え変わってきますよ、ということがわかるということになりますね。いいですか？良さそうですか？はい、ありがとうございます。という感じで、まあ、この、ライトの結合性検査っていうのが、まあ、使えるってことにもなります。まあ、これが、いい方法かどうかってことは、まあ、言い難いんですけど、言い難いというか、本当に結合性を満たしているってことを言うためには、この表をですね、この全部の、この Z の可能性に対して作らなくちゃいけないので、まあ、それは割と大変かもしれませんけれども、まあ、目の子でですね、全部、その場合、その X、Y と Z の場合すべて考えるというよりは、やりやすいかもしれないので、まあ、こういうことをする必要がある場合には、ぜひ、試してみてください。はい。では、今日の、リアルタイムの部分はここで終わりになりますので、録画も、終わりになっちゃいけない。私からの、コメントに対する話は、ここで終わりになるので、録画もここで終わりになります。